ワイヤレスジャパン2022のリモート展示会にお越しいただき誠にありがとうございますバーテックスコムテクノロジーズは IoT やスマートグリッドの長距離大規模自動ネットワーク用の通信チップとネットワーキングソフトウェアを開発しております弊社は Y3 ホームプラグ AV とグリーンファイ HPLCG3PLC およびハイブリッドデュアルモード通信など完全な通信ソリューションを提供いたします。本日は Y3 アライアンスブースで出展しておりますバーテックスコム社の展示内容とミニセミナーでの講演内容をご紹介させていただきます。まずこのスライドは 弊社の展示内容でございます Y3 ファン1.1に対応している VC7351 およびブラジルで既に実用化されております Y3 ファン1.0に対応している VC7300 を展示しておりますこのスライドは5月27日に開催されました Y3 アライアンス主催のミニセミナーの冒頭写真でございます私はバーテックスコム社で日本市場開拓を担当しております木下と申します今回は Y3 ファン OF、OFDM、FSK、コンカレンシー SOC、VC7351 をご紹介させていただきますので約15分お付き合いのほど よろしくお願い申し上げますまず会社をご紹介させていただいた後弊社のターゲット市場と製品ラインをご紹介いたしますその後 VC7351 のアピールポイント及び成功事例についてご説明いたします最後に VC7351 の機能概要と性能について簡単にご紹介させていただきます バーテックスコム社は資本金約10億円弱で2017年7月に設立されました CEO はドクターリー現在の従業員数は85名本社は台湾の新中にございます設立からまだ5年足らずの非常に若い会社でございます我々のターゲット市場は4つございます 1>, 1番はスマートエネルギー、2番と3番はスマートシティとスマートホーム、4番目がスマートセンサーの分野です。我々は広域をカバーできる大規模 IoT の市場をターゲットとしております。我々の製品ラインは3つございます。1番目はワイヤレスのサブギガヘルツ帯の SoC でございます。 Y3 ファン1.0に対応した VC7300 同じくファン1.1に対応した VC7351 です特に VC7351 は2024年から順次導入が予定されております次世代電力用スマートメーターに搭載いただけるよう今年7月の量産化に向けて 前者が一丸となってこれに注力しております。2つ目のラインである PLC は、最強のドライビング能力と、最高のノイズ特性を持った VC6300 シリーズと、e、EV チャージャーに対応したホームプラグ SOC をすでに量産化しております。3つ目のラインは、Y3 と PLC のハイブリッドで、 中国でのスマートメーターイタリアでのトンネル照明インドでのスマートホームの市場をターゲットにしておりますでは本日の表題にございます VC7351 についてご紹介をさせていただきます VC7351 のアピールポイントは3つございます1つ目は「貝との互換性を持っている」という点です 2つ目は 600kbpsFSK と 2.4MbpsOFDM を同時に処理できる唯一の RF 対 SOC です。FSKOFDM はおのおの変調方式です。今回は時間の都合で詳しい説明は割愛させていただきます。三つつ、目は、大規模かつ 信頼性の高い AMI システムを実現できます AMI とは「アドバンスド・メータリング・インフラストラクチャー」の略でサービスポイントにあるスマートメーターとエンドユーザーデバイスとの通信を可能にします。ではこれら3つについてもう少し詳しく説明をいたします。VC7351 は FSK600KBPS に加えて 50kbps から 300kbps までのデータレートをサポートしておりますのでカイトの互換性を持っておりますこれにより既存の AMI システムで古いスマートメーターと新しいスマートメーターの共存が可能となります。したがって数千万台の 古いスマートメーターを約10年の期間で徐々に次世代のスマーーートメーターに置きき換えることができます FSK 変調を使用した VC7351 の最速データレートは 600kbpsOFDM 変調を使用した場合はオフィシャルで 2.4Mbps 非公式には 3.6Mbps です。 では FSK と OFDM の同時処理についてご説明いたします。今回私が皆様に一番お伝えしたい内容でございます。VC7351 は FSK50kbps から 600kbps までをサポートしておりかつ FSK600kbps と OFDM を 同時に処理する唯一の RF SOC ですこの同時処理によって伝送速度とルーティング効率を向上できますので我々はこの同時処理モードをぜひ皆様にお勧めいたしますまた VC7351 は Y3 ファン1.1モードスイッチをサポートしておりますので2024年から 順次導入が予定されております。次世代電力用スマートメーターにも対応が可能となっております。さて、バーテックスコム社は単一のゲートウェイで3,000個のスマートメーターを12レベルのネットワークシステムで対応できるという実証実験をサポートした実績がございます。この内容に関しては成功事例のところで。 もう少し詳しくご紹介いたしますまた VC7351 および VC7300 にはフェールオーバー機能を持っております例えば一つの CCO CCO とはセントラルコーディネーターの略ですこれに不具合が発生しても別の CCO を使うルートを自動で検索・選択しますので AMI システムの機能はそのまま維持されます。では成功事例として弊社製品が実用化された実績についてご紹介いたします。バーテックスコム社は中国のヘクティング社とコラボしてブラジルのコペル Y3AMI プロジェクトを推進しております。これはブラジルで最大かつ 最も広範囲をカバーする AMI ソリューションです本プロジェクトは3つのフェーズで合計150万個のスマートメーターをカバーします現在はファーストフェーズが完了し1000キロ平方メートルの範囲に30万個のスマートメーターが配置され70都市46万人の方々に 問題なくお使いいただいておりますこのスライドはバーテックスコム社がヘクシング社を全面サポートして一つのゲートウェイでいくつのスマートメーターをカバーできるかを実証実験した内容です結果は3000個でありこの内容がファーストフェーズに反映されております このスライドは30万個のスマートメーターをカバーするネットワークシステムをシミュレーションした内容の一部です。Y3 を使用したネットワークのポイント2ポイントの伝送レートは 150kbps でこれは他のローパワー1の5倍から10倍のパフォーマンスに相当いたします。バーテックスコム社は VC7300 で このような実績を持っておりますので次世代の電力用スマートメーターの導入に対してもこれと同等もしくは同等以上のサポートを実現できると信じております最後に VC7351 の機能と性能を簡単にご紹介させていただきますこのスライドは VC7351 の機能概要を示しております 特に黄色で色付けしている部分に特徴がございます。FSK は 400Kbps、600Kbps までをサポート。OFDM は 2.4Mbps、3.6Mbps をサポートしております。RF バンドは 850MHz から 960MHz までをカバーしており、 FSK600KBPS と OFDM2.4Mbps を同時処理できる唯一の RF-SOC でございます最後に VC7351 の波外れた性能を一つだけご紹介いたしますこれは OFDM2.4Mbps での IQ コンストレーションのおよび SN 比の比較です 左側が VC7351、右側が他社様の製品でございます。両特性ともに VC7351 の優れた性能をご理解いただけると存じます。日本初の Y3 規格が、電力業界のデジタルトランスフォーメーションの分野で引き続き世界を牽引できるその一助に、 我々バーテックスコム社は VC7351 をはじめとして皆様にご満足いただける製品とサポートを提供することでその一助となれるように今後も技術力力とサポート力の向上に努めてままいります。今回はミニセミナーにお付き合いいただき誠にありがとうございました。